はい、てなわけで、今回ね、これですね、はい、イエローテールピノノワールを飲んでいきたいと思います。はい、ファミリーマートで買ってきました、やや甘口の、ミディアムボディですね。はい、ブドウはさっき言った通りピノノワールですね。はい、カンガルーですかね、うん、オーストラリアのワインですね、これね。はい、甘口、やや甘口なんですけども、アルコール分 13.5 と高いですね。やっぱアルコール分と糖分、ブドウの糖分ってあんまり関係ないんですかね、うん、なんか私の知った情報とちょっと違うはい、こんなもんで、やはりカベルネソーヴィニョンの方が色が濃い。まあちょっと画像だ、動画だとちょっと分かりませんけど、はい、フランス原産の高級ブドウ品種、熟したチェリーやストロベリーのチャーミングな香り、スムーズな口当たりで飲みやすくエレガントな味わいと書いてありますね。はい、うん、ミディアムボディです。ミディアムボディで甘口っていうの初めてかな、うん、500円ぐらいでしたね。かなりコンビニワインってすごい安いですよね。はい、こんな感じで、うん、じゃあまず香りからね、うん、まあ香りはワインだなって感じします。特にこう酸っぱい香りが前に来たり、甘い香りが前に来たり、渋い香りが前に来てるってことはないですね、うん、じゃあいただきます。はい、乾杯。うん、やや甘口、それでも甘いという感じはしないですかね、うん、はい、なるほど。甘口というよりも、なんかこう、酸味が抑えられてるなーって感じの方が正しいかな。うん。この間、カルディで買った、何でしたっけね、ワインで。どれだっけなー。これか。あー、ちょっと名前がわかんないな。ちょっと待ってくださいね。はい、これですね、はい。コバサンタスイートガルナッチャドゥーバネシア。これ、こっちの方が全然甘、これもやや甘口っていうことで、あのカルディで買ったんですけど、こっちの方が全然甘いですね。うん。はい。でもなんか、ミディアムボディっていうのはあんまり渋くなくて、私渋いのも平気なんですけど、飲みやすいは飲みやすいですかね。うん、ただ 13.5 で若干アルコール感が強いかなと思うんですけども、アルコール感はね、あんまりないですね。うん、こう、喉を開いて飲むとビリビリっていう感じがしますけど、こう、キュッて閉じれば全然感じないですね。うん。そうですね、酸、でも甘さよりも酸味の方が強いかな。ただそういう、うわ酸っぱいなーっていう感じではないですね、うん、それを抑えてあるのでやや甘口っていうんですかね。私が思ってるのと違うななかなかこう赤ワインでやや甘口になると、今のところこれ、これが一番私の中で甘いんですけどね、飲んだ中で、まあ、あんまり甘口飲んでないですけど、これとこれぐらいですからね、赤ワインに関しては。ただこれを甘口としないで普通にこうワインとして飲んだら、まあ飲みやすい部類に入ると思います。あのもうお値段も安いですしね、うん、美味しいです、うん、あ、札幌ビールが、うん、輸入してるんですね。なるほど。あんまりこう2020年あ、できたばっかりですねだから割とこう若いような、ただトゲトゲした感じとか、こうツンツンした感じとか、そういうのはないですね。ただコクがあるとか、こうちょっとこってりしてる、まったりしてるって感じではないですね、うん、割とさっぱりしてる、うん、なので、うん、割とどんな料理にも合うんじゃないでしょうかね、お肉料理だったら。うん、逆にその料理
をこう邪魔しないっていうかね、料理に合うというよりも料理を邪魔しない程度にこうスッスッスッと入ってくるような気がしますね。うん、まあミディアムボディなんで、まあオールマイティって感じですかね。バーサタイルって感じですね。はい、一応の概要欄の方にこれリンク貼っておきますので、ご興味のある方はね、ぜひご覧になってみてください。はい。あと各種 SNS やってます。Twitter、Facebook、Instagram の、概要欄の方にリンク貼っておきますので、ご興味のある方はね、ぜひ、お気軽にフォローしてください。あとそうだ。チャンネル登録とモチベーションアップのためにね、チャンネル登録とグッドボタンの何度でよろしくお願いします。はい。はい、今回はワイン初心者が飲んでみたシリーズですね。はい、イエローテールピノノワール赤ワインですね、を飲んでみたの動画でした。ご視聴いただきありがとうございました。以上です。バイバイ。